里芋科は、重高芽目を構成する、トかの一つである。温暖で湿潤な環境を好み、湿地や沼地に生育するものも多い。果軸に密集した小さな花と、それを囲むように発達したつとが特徴。里芋やこんにゃくなど、食品として重要なものも多いが、美しい葉や花を鑑賞するために栽培される種も多い。新エングラー体系及び、 クロンキスト体系では里芋目に分類されていた。里芋科の植物は花に大きな特徴がある。花そのものは小さく、花びらがあっても目立たず、花びらがない場合もある。尾花と雌花に分かれているものもあり、いずれにしても個々の花は小さく、目立たない。花は肉質の太い柄の上に一面に並んでつき、肉母花女と呼ばれる。花は、 穂全体につくものが多いが、穂の先端に花のない部分があって、様々な形になるものもある。穂の根元からは、ツトが出る。里芋科の植物では、多くの場合、ツトが単純な葉の形ではなく、花の方を包むような形になって、特別な色を持ち、目立つものが多い。いわば、花びらの役割を担っている。このようなツトを仏縁法と呼ぶ。仏園法の袋状の部分を、 頭部、頭部の上部で長い下のように伸びる部分を玄部と呼ぶ。このような構造を取る理由としては、鼻に寄ってくる昆虫を内部に閉じ込めることで、滞在時間を長くして受粉の確率を高めていると考えられる。なお、東南アジア産のこんにゃくの一種、食大王こんにゃくは、果樹の先端までが3メートルにも達し、果樹としては、世界で一番背が高いと言われる。 サトイモ科の植物は、単子用植物としては、例外的に、葉の幅が広く、切れ込みがあったり、複用になったりと、複雑な形のものがあり、葉脈も網状になったものが多い。どちらかといえば、湿ったところに生育するものが多く、湿地性や半水性のものもある。日本では、地下に芋状の地下茎を持つものがよく見られるが、亜熱帯熱帯では、大型のツル植物になり、 根を伸ばして樹木の幹に張り付き、よじ登るものがある。なお、浮草赤とボタン浮草は浮遊性の水草である。里芋科の植物には、里芋をはじめ主食として用いられるものがある。特に東南アジアから太平洋にかけて芋食文化が広がり、日本はその最北端にあたる。また、こんにゃくも加工して食品となる。また、 熱帯地方のものには、葉の色や型の面白いものがあり、ポトスやカラジウムなど様々な種が、観葉植物として利用される。また、水性、半水性のアヌビアスやクリプトコリネ、ブセファランドラなどもアクアリウムにおいて、観賞の対象とされる。日本では、水芭蕉やザゼンソウは、北日本の季節の花として有名で、水芭蕉は、夏の思い出などの歌にも出てくる。 天南小類にも干渉価値の高いものがあり、その一部に野生では絶滅に瀕しているものがある。一方、天南小属をはじめ、クワズイモ、ザゼンソウなど多くのサトイモ科の植物は、シュウ酸カルシウムなどのシュウ酸種を根茎などに含んでおり、寒葉植物も含めて有毒植物であるが、その事実は一般に周知されていない。根茎からシ酸が染み出した土や、 植物本体から大気に発散した周酸の微粒子が人体に影響を与えることがあり、軽い症状では皮膚のかゆみなど、重い症状では血跡や骨粗しょう症、臓器不全などを引き起こす。発散する周酸の量、勝部属は歯が細長く平行脈で典型的な物縁法もないので、クロンキスト体系では勝部下、APG2 ではさらに勝部目として分ける。 ウキクサアカはかつてウキクサカとして分離されていた。8アカが属する。1種のみ。オーストラリア東部。3属6種。東アジアと北米。ウキクサアカには5属37種が属する。4属900種。12属360種。10属58種。3属21種。アフリカ。70属2300種。 次のような系統順が得られている。ありがとうございます。